大竹くんに来てもらいました。そして長見氏も来てもらいました。はい、今回は大竹の送別会です。イエーイ。今日は僕のためにありがとうございます。関西で頑張ります。お、頑張って。ありがとうございます。頑張ってください。はい、頑張って。大丈夫ですか？熱くなるよ、これから。待ってください。これはマジ、結構ニンニク。これ味変、ま、そう、味変でこっちがいい。それともニューカリ。舐めるなよ。なんかこれぞ、なんか、この。これ一口いくの？入るかな、口。入るのか。いくよ。マジでいった。みかん1個分ぐらい入れます。うん、うん、あのまま飲み込んでからしたらね。うんうんうん、僕がかみ方が人間じゃないもん。かみ方じゃない、かみ方って言ったら俺も同じかみ方になってるなんでそんな髪色になっちゃったのどうした、何が起こったの。僕今まで髪染めたことなくて、一回だけやっぱはっちゃけてみようみたいな、で、なんとなくこのように言って、あの、かずみさんに、かずみさんに、いや、自分でも本当かずみさん見てるから、あの、短髪金髪お願いします、僕ぐらいの色でカメラに一回もまだ話したことないんですけどおい、あ、ちょっとじゃあ自己紹介から言った方がいいですかね、うん、自己紹介から行った方がいい。確かに。2年目の中道優です。まだ一度も、斉藤和美コーチと話したことがないんですが、ぜひ僕とこの同じ色で単発でお願いします。よく言った、いやいやいや、よく言った、怖え。もうね、脱却よ。俺はあれ、もうみんなを助けてるから、イメージ、さずみさんをもっと柔らかくするっていうイメージ。なるほど、あ、大事大事。だいぶ砕けてきてるからでしょね、かずみさん。でしょね頑張れ、かぼたー。乾杯。おす、おす。阪神のイメージってどんな感じ。あったの、テレビだったら、あ、けど結構あった。関西の人って熱いじゃないですか。てかまあ、福岡のファンももちろん熱いんですけど、さらに、いい意味でも悪い意味でも、こう熱がすごいというか、熱量が。あ、確かに、そう、俺もそのイメージあるわ。そういうイメージ、やっぱその、巨人阪神戦のあの、うん、雰囲気というか、うん、すごいもんね。距離感がやっぱ、阪神のファンで近いイメージ。確かに俺は。それ、関西のいいとこですよね。うん、めっちゃ気になることあって、うん、現役ドラフトでさ、阪神決まったじゃん。で、いつぐらいから、あの、俺、もしかしてあるんちゃうみたいな、察し始めた。そうそう、ちょっと、はいはい、ちょっと察し始めた。あー、気になる。ちょっと気になるわ、なんか逆に。でもそういう感じあったでしょ。いや、まあ、正直ありましたよ、普通に。いつから。まあ、けど、結構そういう話、こいつどうしたの、してましたもんね。してて、まあフェニックスリーグ、シーズン終わってフェニックスリーグあるじゃないですか。まあそれが終わって、シーズンがまあ試合がもうなくなって終わりってなって、秋のキャンプ、うん、まあその秋のキャンプメンバー発表されるときに、なんか支配下でまあ僕だけ名前がなかったんですよ。あれ、本当になんで言ってないのって。え、間違いみたいな思ってあ、でも自分も間違いと思って、うん、まあ、1週間ぐらい待ってたんですけど、そしたら、いや、お前やっぱ違うな、編集を、って言われて、あー、なんかこんなピンピンしてて、まあ、シーズン後半のも結構調子良かったんで、いや、なんで俺一人そうなんかなっていうのはあって、その辺で、まあなんか、まあ、違和感はありましたね。現役ドラフト含め、まあ、なんか動きあんのかなとかはちょっと考えてました。だから正直、現役ドラフト当日はもう覚悟決まってます、うん、だから今回は、え、本当にどこになるんだろうっていう、まあ、ドキドキで
それでもう球団の人から電話かかってきた瞬間来たってなったんですか。試合ぐらい心臓パクパクした。うわ緊張するだろうな。しましたね。それでいざ電話出て、でこうここどこになりましたっていうのを言われる瞬間のっていう、うわドラフトの感覚を1回目以上に2回この2回目で味わったというか、それはあったんです。でもあれやね、プロ野球選手でドラフト2回したの彼ぐらい確かに選ばれた貴重な人材。そう現役ドラフトのやつ決まったじゃん、であれわぁどんぐらいの時間に来たの。ちょうど昼ご飯食ってました。ちょっとランチしてるんですいませんけど、かけ直しました。かけ直したの。いやもうそこから先俺やったら全然これ全然味わかんねえわ。いや味わかんなかったですマジで。めちゃくちゃやっぱ食えるじゃないですか量、でめっちゃ腹減ってたんで結構入ってたんですよ。電話かかってきてちょっと後からまたかけ直してって言われてからマジで腹減らかった。うわ満腹いってもう絶対無理だわそれ。阪神って聞いてどう思った実際。いやまあ嬉しかったっす、ね。まあ、監督の岡田さんも大学の先輩っていうのは早稲田つながり早稲田ライン、それもありますし、まあ、やっぱホークスの先輩が多い。確かに確かに鍛冶屋さんなんか心強いなと思いました。誰も知り合いないとこ行くより。確かに確かに、みんな投げてるもんね。みんなやっぱ阪神行って頑張って結果出してるんで、鍋爺もね。そうっすね、まあ、鍋爺同期だし。そうね、確かにそう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 、鍋爺同期なんですとかもあるし、まあ阪神おっしゃる。ああいいや、孝太郎にとってはマジで良かったかなと思うけどね。これで活躍できたらさ、マジでありがとうじゃん。うん、でそのためのあれでしょ、現役ドラフトでしょ。個人的には行くなって思うけど。残れって感じ。そう、残れっつって。マジ環境ガラッと変わって、完全にフラットの状態で見られるわけですから、一から評価されるって。もうなんか、相当覚悟決まってますね、結構今の段階で。次でプロ6年目になります、大竹です、これから関西で頑張りますので応援よろしくお願いします。イエーイ。はい、じゃあ皆さん、チャンネル登録と、グッドボタン、よろしくお願いします。はい、大竹くん頑張ってください。頑張ってください。はい、登録してね。